スノーマン渡辺翔太がファンを裏切らないために大切にしていること。スノーマンの渡辺翔太が8月12日発売の雑誌、銀座。9月号に登場する。渡辺は5つのハイブランドの最新ルックに身を包み、銀座に登場。時にクール、時にセクシーな姿を見せる渡辺のビジュアルを、編集部は、眼福のビジュアル、と形容している。特集にはインタビューも掲載され、渡辺は自身の中で譲れないことやスノーマンのメンバーへの思い、9月9日に上演スタートする主演舞台、DREAM BOYS に関する話題のほか、彼が今気になる美容の噂についても紙面で言及。また、仕事に向き合うルールは、と尋ねられると、何事もナチュラルに。それを大事にしています、ときっぱり述べ、その真意については、ファンを裏切らないため、と即答した。